埼玉県越谷市フローリスト花江の株竹と申します。本日はオリエンタルユーリ使ったクリスマスに贈りたいアレンジメントを制作したいと思います。よろしくお願いいたします。ベースにフォームをすでにセットしてあります。そこにサンゴミズキをツリーのような形をイメージして立てていきたいと思います。オリエンタルユーリが深めの赤なので、全体的な花材などは赤系に仕上げようと思ってます。3箇所ぐらいはフォームに刺さってれば問題ないと思います。レイランドヒノキシルバーダストを使っていきたいと思います。後でお花も入ってくるので無造作に生けて入れていきます。フォルムを明確にするっていうことを意識して生けることが多いです。まんべんなく全体的に開花している部分もつぼみの部分も行くように生けていきたいと思うので、今回は最初にユリを刺していきたいと思います。ユリはつぼみまで必ずしっかりと咲いてくれるお花なので、今こう開花しているところがダメになっても痛みが出てきても、こう次のつぼみがまた楽しませてくれる、本当に長い時間楽しめるようなアレンジメントになると思います。どうしてもこうやっぱり最初に開いているユリが痛みが出てきたりすると思うので、そのユリを抜いたり差し替えたりした時にそこだけ花が抜けてしまったりっていうんですかね、5日後1週間後イメージしてちょっとこうなんていうんですかね、こういうオーナメントや松笠のようなものも入れていきたいと思います。今回は中心の部分もお花を入れて制作しようと思うんですが、グラスにキャンドルを入れたものをセットしてもよりクリスマスのようなギフトになるかなと思います。今回はフレッシュのお花はユリとバラ、ガーベラ、バーゼリアですかね。そこの部分がダメになったらこう違うお花を入れたりして、本当にクリスマスシーズンはこのベースを土台に、例えばユリを白に変えたり、こう長く楽しめるようなアレンジメントになっていると思います。この枝のツリーの部分ですかねに、引っ掛けて、あと中の方にも少し入れていきたいと思います。完成いたしました。オリエンタルユリを使った豪華なクリスマスのアレンジメントです。クリスマスのパーティーや贈り物にいかがでしょうか。